現在当社のすべての原子力発電所が運転を停止してございまして、大火災となる火力発電所について追加の燃料調達だとか補修時期の調整、それから長期停止火力、まあ、火力発電所でございますけれどもの再稼働と、それからおよび他電力会社からの応援融通の受電等、供給力確保のための最大限の努力を行ってまいっております。しかしながら今年の夏は昨年より皆様にご協力いただきました節電の効果を見込んだとしてもですね、出力供給力が不足いたしまして、電力需給は極めて厳しい状況となることが予想されます。このため需給が逼迫が予想されます7月2日の月曜日から9月7日の金曜日の平日、お盆の8月の18日から8月の15日を除く平日の9時から20時につきまして、ピーク需要を一昨年の実績から 10% 程度抑制する必要がございます。そのためにはこの期間の7月2日から9月7日の間のですね、9時から20時につきましては昨年並み、まあ、これは 7% 節電の実績というふうに我々は捉えておりますけれども、昨年並み、またはそれ以上の可能な範囲での節電をお願いいたします。